んばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。7時半前ぐらいまでやります。30分だけやります。こんばんは。寒くない？新潟の皆さん寒くないですか？明後日初めて危険も入る。お、マジですか？初めて。ありがとうございます。待ってます。アブコナさんとか、あれピメナソさん。寒いんだけども。今日はですね、妹の誕生日なんです。ハッピーバースデー。お、パラソルありがとうございます。あ、海派のギフトなのかな。ありがとうございます。あ、テントもありがとうございます。あ、なんかいっぱいありがとうございますね。アブコナさんとか寒いよ。なんかでも、妹の誕生日なんです。誕生日プレゼント2個買ったんです。でも何かは秘密です。秘密ですけど、みんなにも秘密なんですけど、買いました。今日めっちゃさ、ママに大人っぽいって言われるんだよね。ママにね、ちょっと予定があって今日どっか行ってたんだけど、どっか行ってたっていうか、ママに迎えに来てもらった時に、なんか大人っぽくて分かんなかった。本当に？でもね、この前誰かにも言われたんだよね。でも多分前髪がね、伸びたからだと思うんだよね。そう、前髪をなんか形きれいにしたくて、一回もう伸ばして切ろうって思って、今切るのを我慢してて、結構最大限に長いんですけど、そう、きっとここら辺になってからちょっと綺麗に整えたいなって思って伸ばしてるんです。 MC のしMC やんないですよそう、今日ねめっちゃ大人っぽいの。そう、あとインスタの写真もね、あ、そう、服も大人っぽい。新しく買った服をルンルンでルンルン気分で来ましたね、今日は。そう、あの、今日普通にメイクする予定なかったんだけど、インスタ全然上げてなくて、インスタ上げたくて写真を撮ろうって思ってメイクしました。頑張って。そうなんですよ。あのね、4月ちょっと後半はさ、バタバタしてて、あの、で、実行できなかったんだけど、4月はね、なんか目標だったわけじゃないんだけど、なんとなくなんどれかしらの SNS を動かそうって思って、1日インスタとツイッターと、まあ、メールはまあ別だけど、インスタかツイッター、まあ、または755どれかを動かそうって思って、1日どれも動かさない日をなくそうって思って、なんか何かしら投稿してて、ツイッターとかもね、なんかわけわかんないことつぶやいたりしてたんだけどそう、インスタもねめっちゃ上げたら結構よくいい感じだったんですよ、みんなの反応が。だからインスタ頑張ろうって思ってたんですけど、写真が足りなくて。そうなんですよ、写真が足りなくてダメでした。撮ってきました。ちゃんと
そう、インスタ頑張ろうと。でもきっと5月もインスタ頑張りたい。インスタ一番頑張りたいんですよね。テレビの仕切り見たいの。でもまあちっちゃいもん公園で何回かやったことあるけど、あおちゃんとお出かけの約束、あおちゃんとお出かけの約束してたんだけど、私が他の予定入っちゃってごめん無理だって確か昨日の夜か今日の朝にあおに LINE しました。無理になっちゃった。そう、遊び約束してたんだけど、私が行きたいとこあって誘ったんですよ。いやこれ絶対行こうみたいな、私から誘っといて私からダメになりました。今日インスタ載せたいって思ってるけど乗らなくても怒んないでください。載せる予定ではあります。載せる予定ではあるけど乗らないかもしれない。ちょっとインスタも私一回考えてから投稿するの、ちゃんとなんかそういうやつをやって一回投稿してみて、あこんな感じだなって思ってから投稿するみたいな、なんていうんだろう、一回考えるんですよ。順次よろしくのテラピーめっちゃ可愛かった。うん、本当にあれなんですよね、コンサートの時も順次をやって、コンサートの時と同じポジションそうだったんですよ。でもなんか嬉しい、順次よろしくめっちゃなんか難しいし立ち位置とかも多いんだけど、なんか好きな曲だからなんかできて嬉しい。でもコンサートこの前のアイニャさんの卒業公演の時はあの普通にねあの衣装だったんですよ、あの茶色いチェックの衣装だったんですけど、コンサートの時にあの MV の衣装着れたのがめちゃめちゃ嬉しかった。そう今回もあ着れるのかなって思ったけど着れなかった。でもあのね茶色いチェックの衣装も好きなんですよね、可愛くて。そうでもなんかあれが一番好き、やっぱりコンサートのあのひまわり衣装っていうのかな、ひまわりのゆかさんの時のひまわりの衣装が本当に大好きで、え何あの可愛い衣装みたいな、なんかあんな可愛い衣装本当になんか生まれて初めて見た。うん、なんか私結構2期で入ったから先輩が着てる衣装とか自分の衣装がないやつ、なんかシングルの衣装とか自分の名前が書いてない衣装に憧れるんですよ。先輩が着てた、普通にファンとして見てた時に先輩が着てた衣装ってすごい憧れがあるんだけど、黄色衣装は自分の衣装だけどもう本当にあのなんだろう、めちゃめちゃ好き、可愛い。そうなんか着たことないとかそういう憧れみたいな可愛いなって思う衣装のナンバーワンって私の中で結構あの青春時計とか、青春時計は着たことないんだけど、青春時計とかあと着たことあるけどあの先輩の時衣装、先輩のあのなんだろう、君のニュースの衣装、そうあの白い赤の時衣装の先輩バージョンみたいな、あれがめちゃめちゃ可愛くて好きなんですよ。そう好きで、あと何が好きかな、あとセカヒトとかもすごい好きなんですけど、それを抜かしてあれ好きです、あの黄色衣装はひまわり衣装、なんか本当に可愛くて、私もし自分で公演をね作るってなったらもうなんか最初から最後まであの衣装を着てたいってぐらい本当に大好きで、めっちゃ可愛くない、あの黄色いひまわり衣装だ、壁写ひまわりの方で撮りたかったんだけど、まあそこは赤衣装でしたね、コンサートの。本当にさ、えあのひまわりの衣装可愛すぎませんか、本当に大好きなの。もうなんかどっからどこまでも可愛いんですよ。そうマ
で可愛すぎて無理、あれあの衣装本当に可愛い。あの衣装、あと何かがいるの衣装もすごい好きなんですけど、もうそれも越しましたね。そうでもアイニャさんの卒業公演、なんかたまたまだけど私が好きな衣装めっちゃあって、そう嬉しかった。あのオープニングもさ、あのひまわり衣装で、であと最後も私が好きな何かがいるの衣装で、あと時あの夢しなの紫のやつとか、あとは制服かとか、本当にあのひまわり衣装かわいい。もうずっとあの衣装着て公演出たい、お願いだから。本当にかわいいんですよ。かわいくないあの衣装。とても可愛いあの衣装、神です。アニャさん卒業公演は何も振り返ってないですよね。私なんだろう、なんだろう、何言ったっけ。あれだ、希望的リフレイン。そう、希望的リフレインあれですよね、日向さんのソロコン以来。そう、日向さんのソロコンの時にバックダンサーでやったことあったぐらいで、それとあと私これ一番苦戦した、大好きだね、大声ダイヤモンド。本当に振り覚えられなくて、もう紛らわしい、簡単なんだけど大声ダイヤモンドと、あとあでもキメメロもやったことあった、暇な日な公園で。そう、あの大好きだだけ本当にもうありえないぐらい覚えられなくて、本番まで、本番初めて成功したかもしれないっていうぐらい、あの大好きだのやつ、そう、あ大声ダイヤモンドと君メロやって、で自己紹介し、あで順序よろしくは、まあ、あのコンサートでやって、やったところで、その後にあ、しゃべぴとはるどこか、まあ、やったことあるやつですね。あ、ありがとうございます。なんだろうこれ、なんだ、綺麗なお花みたいな、ありがとうございます。そう、あのね、はるどことしゃべぴやって一部終わって、で2部の1曲目にあの君は僕の風やって、君は僕の風をやって、あで2期の曲か、君の背中めっちゃ似ててさ、この曲君は僕の風と君の背中って歌詞じゃねえや、題名めっちゃ似てて、でずっと君は僕の背中って言ってて君は僕の風と君の背中をやってから、あれですね、最後の桜みんなで食べた、桜みんなで食べたもちっちゃいもん公園でやってるからね。でマックスやって、なんだっけ、必ず君に会えるから、なんだっけ題名、約束よ、約束よ。だからや初めてやったのが約束よと君の背中と君は僕の風と大声ダイヤモンド、4個だけかな。そう、でもあれめっちゃ好きだった、君は僕の風、あのセンター試験の曲、離れてても見なくてもダダ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 、もう歌詞忘れたそう、それがねめちゃめちゃ好きだった。なんかあの踊りが好きだった、振り可愛いって思って。なんか歌はさ、なあの
握手会の会場とかでいっぱい流れてたから聞いたことあったんだけど、振りなんて知らなくて。そう、振り付けがめっちゃ好き。なんかピシ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 パーンみたいな、なんかすごいカクカクしてるんですよ。それが好きですね。すごいなんか踊ってて楽しかった。そうなんです。めっちゃね楽しいですよ。楽しかった。あらそろありがとうございます。あテントもありがとうございます。なんだこれは、ヒーターかな。ありがとうございます。楽しかったです。ワイニャーさんの旅行公演あ、パソコンこれ、ヒーターみたい、パソコンか、ありがとうございます。本当にさ、前髪伸びすぎてさ、今軽く巻いてるからいいけどね、巻かなかったらほらめっちゃ、あの目の下ぐらいまであるんですよ。あ、パラソルとテントとパソコンありがとうございます。めっちゃ長いの、やばくない？私結構前髪さ、こんな長いの嫌だから伸ばしたことなくて、そう基本短めで前髪やってるんだけどやばいよねこんな長いの、久しぶりすぎて。長いと邪魔なんだよね。なんかめんどくさくなって、こうやって私バシャーってやるからさ、そうするとなんかもうむしろないみたいな。短いとこうやってもさ、ちゃんとここに戻ってきてくれるんですよ、こうやっても。でも長いとこうやったらもうこうなんですよ。やばくない？ちゃんと戻さないと。なんかいい感じに薄くしたくて、こんな感じでやらせてもらってます。前髪なくそっかな。うわダメだダメだ、なんかこうじゃない、まだ短いからおもろい。前髪をね一回リセットして綺麗に整えた状態で切りたいんですよ。だから伸ばしてます。前髪なかったり、私 NGT 入る前まで NGT 入るまで前髪なかった。書類送ると同時ぐらいに前髪を作ったんですよ。書類のためにとかじゃなくて、普通にたまたまずっと前髪なかった。こうやってこうだったかな、センターとかだったかな、こうやってなってた、長くて。そう、あそれでねボブだった、前髪なくてボブだった、確かそうだったんだけど、だずっと前髪ない方が長い、前髪ある時間の方が短い、前髪ない時間の方が長いですね。パラソルとテントありがとうございます。パソコンもありがとうございます。どれぐらいにやめようかな、大人っぽくなる。え、わかる、大人っぽくなるよね前髪ないと。え、今日新しく買ったネックレス、めちゃめちゃ可愛いんですよこれ、見てほら可愛くない、トローンってめちゃめちゃ可愛い。最近買ったネックレス、
と最近買ったジーパンと最近買った何これジャケットみたいな新しく買ったもの揃いです。このニットはだいぶ前から持ってるけど、可愛くない？このネックレス、ずっとこのジャケットに合わせたくて待ってたんですつける日を。でも学校とかだとネックレスしないから、休みの日だったのでネックレス。可愛いよねこれ、2個ねセットなんですよ、2本、超可愛い。こんばんは。長すぎない前髪、さすがに。ゴールデンウィークに切ろうって思ってたんだけど、思いのほか伸びなくて、もうちょっと待つかって思ってます。もうちょっと伸びると思ったんだけどな。ゴールデンウィークの時にその4日の公演の日にメイクさんに切ってもらおうって思ってずっと我慢してたんですけど、なんかあんま伸びなかった。ゴールデンウィークに結構長くしといてメイクさんに綺麗に整えて切ってもらおうって思ってたんだけど、なんか伸びなかった伸びなかったのと、伸びても巻けばこんなもんになるんだっていう、なんかもう本当に巻いても長くなるみたいな、そうなったら切ろうって思ってて、全然ですね。だからもうちょっと伸ばしてみたいと思います。でもちょっと大事な時に切りたくないから、ゴールデンウィークちょっといろいろなところに行くから、その時に写真撮った時に前髪短いみたいになりたくないので、そうだからとりあえずゴールデンウィーク中は切らない、絶対に。ゴールデンウィーク明けて、でもゴールデンウィーク開けたら開けたいね、友達と遊ぶ予定入ってるんですよね、いっぱいそう、でも友達とさ、めっちゃ久しぶりに会う、あもうめっちゃ久しぶりに会う友達なんですよ。その子と会う時に、え、どうしたのみたいな前髪になるのも嫌なので、その子と遊ぶまで切らないです。じゃあゴールデンウィーク開けた週とか、まあもうちょっと経ってからかもしれないんだけど、友達と遊ぶときに短いのよ。なので、いや友達と遊び終わってから切りますね、私の前髪。それまでなんか長くて鬱陶しいし目隠れるかもしれないんですけど、まあ我慢しててください。分けるのありじゃない？今分けてるんだけど前髪。そう、分けるかパッツンかでも迷ってるんですよね。これ今分けててパッツンだとこうなるんですけど、まあ、そんな違い分かんないですよねなんか流れがねこうなんですよ、私だから勝手に流れちゃう。そう、まあ、流すのもどっちがいいですか。結構なんかメンバーとかママとかには流す方が好きって言われるんですよ。流すって分けてる方が好きって言われるんだけど、なんか自分的にはパッツンの方がしっくりくるんですよね。だから流すと大人っぽいよね。それはめちゃめちゃわかる。いやさ、こっち向いた時は流れてるのいいんだけどさ、こっち向いた時になんかさ、ここだけないみたいな、それが嫌なんですよね。まっすぐこうやって見た時は全然いいんだけど、なんかこうなった時に髪なくないみたいなそうなるのが嫌でパッツンにしてるんですよね。まあでも分けるのもまあ何でもいいんですよ、前髪なんてあれば、髪の毛として、髪の毛として存在していればもう何でもいいです。大人っぽいテラピー好きか。そう、最近ね大人っぽくなろうって思って、メイクも大人っぽくしてるの分かりますか。絶対わかんないですよね絶対わかんないと思うんですけど、メイクね最近本当に変えてるんです。大人っぽメイク、
そうインラインとかねアイラインをあの最初から最後までしっかり引いて、であんまなんか変な色使わないっていうシンプルイズザベストみたいなメイクをしてます。あんま余計なもの足さない、そう本当にそう本当にあんま余計なものをしない。なんか公演の時とかは別なんですよ。でも普段はもう本当になんか何もしないみたいな、眉マスカラもう眉毛も眉マスカラしかし、眉毛別にあの入ってないわけじゃないからあるから眉マスカラだけして、で目も無駄なことしないっていう、なんかなんていうの、大人っぽいってよりも就活生みたいな意識、そう感覚的にはその感覚でやっています。最近大人っぽいと思う、やっぱさあの心の持ちようなんですよ、気持ちかそうそう、なんか変わるもんなんですね。なんかね思っとけば大人っぽくなってくるんですよ。マジで女の子めっちゃ顔変わるからさ、本当にわかんないですよね。なんかあるたびに顔変わるんですよ女の子って絶対に。そうなんかまあ高校デビューとか言うじゃないですか、よくそう、そういうタイミングでめちゃめちゃ変わるんですよ。大人っぽくなりたいって思ってたら勝手に大人っぽくなるし、なんか可愛い系になりたいなって思ってたら勝手に多分可愛い系になっていくんですよ、わかんないけど、わかんないけどねわかんないけど本当にさ、あのなんか気持ちの持ちようで本当にめちゃめちゃ顔って変わりますからね。うん本当に変わる。だって嫌なことあったらもう本当にもうこんなんな、これ顔も顔もこんなになってるし、いいことあったらもう顔がハーってなってるし、いいことあれば顔が晴れやかになるし、悪いことあったらもうなんか全てがもうガーンってなってるし。そう私はね最近あの学校に通ったりしてたり、あとゴールデンウィークにも入りましたのですごく楽しいです経験の手合いなみたい、経験どういうこと、ギャルみたいな、ギャルメイクとかしたことないな。でも結構メイク覚えたての時はメイクめちゃめちゃ濃かったから、もうほぼギャルメイクみたいな感じだったのかな、わかんないけど。あと今日髪の毛も大人っぽい、あのテーマは寝癖を生かした巻き髪ですそういつも私ストレートアイロンで巻いてたんだけど、あのくるくるしたやつ、コテコテっていうのかな、あの丸いやつ、棒みたいなやつで今日巻きました。でもあれってさすごい取れやすいんだね巻き。ストレートアイロンでさ巻くと私雨が降っても一日中ずっと巻かれてるんですよ。でもあのなんか棒のくるくるするやつはなんかすぐ取れちゃうけど、まあ緩くていいのかなみたいな。ハマりそう、このなんか変なやつ、不安みたいな。寝癖かなみたいなやつ。ハート100ありがとうございます。わかる、いつもと違うの。アダルマありがとうございます。そう、あの寝癖かなみたいな寝癖かなみたいな髪の毛なんか不安みたいな、いつも結構私ピシってストレートにすることが多いんだけど、不安って、あ似合う、ありがとうございます。不安ってやりました。わかる？不安ってきたから、それも大人っぽいポイント、今日の大人ポイントです。もうさ部屋が寒すぎて無理なんですけど、あてかそろそろ終わるわ、もう半前だよね、20分とかだよね。
何て読みます。13位ハブトゥーセーブさん、12位ナベトシさん、11位古川さん、10位ターボーさん、9位 SK さん、8位ミミレイパパさん、7位1年9組さん、13番マッチョさん、6位日焼けさん、5位マコエモさん、4位トークボックスさん、3位サトシさん、2位オズちゃんさん、1位ウサウサさん、ありがとうございました。あ、24分結構過ぎた。ありがとうございました。バイバーイ。またいつか。さよなら。バイバーイ。